隣の人に気づかれぬように僕らだけの言葉で話そう。知られちゃまずいたいそうな話は特にないけれど、ゴミ箱に投げ捨てたファンタジーをもう一度拾い上げたら、各駅電車をジェットコースターにトランスフォームして不可能のない旅へ。誰もが孤独じゃなく、誰もが不幸じゃなく、誰もが今もよりよく進化してる。例えばそんな願いを、自信を、皮肉を、道連れにさあ旅だと。想像を超えた病気殺人さえ今や日常ドキュメンタリー。いちいち心動かないよ、免疫ができ右から左、事の裏側すら簡単に覗けて分かった気になる。でも本当は自分のことさえ把握しきれない、なのに何が分かろう。できないことはない、どこへだって行ける。つまずいてもまた立ち上がれる。いわゆるそんな希望を、勘違いも嘘を、愛にカードに記してゆこう。夕べみたい夢の中の僕は平時的に囲まれてた。だから仕方なく7人の敵と追える犬を撃ち殺して逃げた。僕らは愛し合い、幸せを分かち合い、いびつで大きな隔たりも越えていける。例えばそんな願いを、誓いを、皮肉を、道連れにさあ旅だぞ。日常の中のファンタジーへと。